はい、深海魚ハンターの西野山です。本日はまたレンタルボートで葉山マリーナさんから深海 1000m の海に来てます。はい、さあ 1000m 到着しました。今1投目です。僕は2本針手巻きで、谷口さんは 1000m を電動で、8本針で一応ベニアコを狙ってます。大阪ですね。そうです。何キロ級を狙いますか？9キロ級ですかね。最大クラスじゃないですか、うん、それではじゃあお互いに頑張っていきましょう。お願いします。はい、ということで僕の方が先に落としたんですが、やっぱり重りが重い関係でもう谷口さんがつけましたね。メーター数が871m ですね。ちょっと思ったより浅かったですね。そうだね、130m 以上は浅いね、はい、深くなってってくれりゃいいけどね。はい、さあ当たりは来るんでしょうか。待つしかないですね。待つしかないね。目を離さない。当たりちっちゃいだろうからな。はい、頑張りましょう。じゃあ巻き上げ開始します。はい、最初は合わせの代わりに、多分こんだけやんないと多分合わせになんないですよ。それでもなってくか分かんないから。なんかついてればいいけどね。はい、今1投目の回収作業に入ってます。何メーターまでね、飛び出さないと上がってくるの。500とかしたんだ。まだ、まだあるから。ほら、ほらほら、全然ついてないって笑っちゃうよ。まだ600あるからね。いやこれすっごい高いの。お、今引きましたよ。なぜ一瞬だけ、もしかしたら途中でなんか端っこ今食って逃げたかもしれない。夢出てくれるといいですよね。うん、もうちょいですね。ちょっと待って、もうちょいで上がってきます。なんか暴れてる気がしますね。お祭りしなければついてそうです。うん。つけねえだろ。もう何でもつけねえ。リング見えたら教えてください。うん。もう上がってきます。緑したいよ。赤は大丈夫。
そうだね。おめでとうございます。ありがとうございます。夢にしては黒いですね。ついてるわかな。何メーターぐらいから軽くなったんですか。300。あと何メーター。12。10m9 8 7 6 5。でもピント張ってますよ。途中でですかね。あ、なんかついてますね。あ、食われてますよ。これ切れたんだ。じゃあサメだ。やられましたね。あ、サメかな。やばいですねこれ。なんか一瞬ガクンとなったの、うん、なったの。さあ2投目投入です。今次10本針ですか。そう、10本針。さあ投入されました。2投目。なんかヒレ出てますね。サメっぽいな。はい。こっちが食ったんじゃないの、俺の。あ、ヒレがこっち向かってきます。あげるこれ。やばくね。ほら。あげる？あげ、太陽さんに任せますよ。今のやばいよな。はい。夢だよな。なくなった。あ、いるな。ほら。最後まで上がってくるの初めてだから。
270。なんか重たいかもなみたいなあります。なんかでもツンツンしてるような気がする。これ自動制御でさ、ほら止まったり勝手にやっちゃうやるからさ、はい、でも真下だね。真下ですか、うん、今んとこね、まだ200ちょっとだけど。今どっちですか。こっちだね。こう。いるとは思うよ。花子。花子さん。あ、切れた。これだからやっぱ早いとダメなんだよね。重りはどうですか。ん、重りは分かんない。でも落ちてるからなんか外れたんじゃない。多分口切れだとか上がってくるから。ああでもたぶん夢だろ。ああ夢が外れたんだろ。それから重りが切れた。あと 100m。 あと70、60。重りが外れてるだけだったら何かついてるかな。あと20。まあこの重りいっちゃってるかもな。
軽いもん。あれなんか白いですよ。なんかついてます。これはイバラ？イバラですね。こっから下が切れちゃったね。ああ。やりました。おめでとうございます。なんとか坊主は逃れましたね。あ、やった。おおおあれカモ